はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日はキャッチャーミットの修理になります。これいつもと違うでしょ。まあ、たまにあるんですけど、ウェルティッドクロッチで爪爪レースのパターンです。爪爪レースなんですけど、普通はこう行って帰ってになるんですが、これちょっと変則になって行ったきりのやつなんで、今日そちらの方をお見せして、あとウェブトップも変えてほしいというご要望ですので、ゆるゆるとやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあポケット下のレースからいきたいと思います。このタイプこうね、ガチガチにレースが入るんで、新品の時はものすごいこう時間と労力使えるまでにねかかってきますけど、こうしっかりミットが出来上がったらすごい長持ちして使えるんで、私は個人的には好きなんですけど、最近はこのタイプはね減ってますよね。昔は多かったんですけどね、うん、ここにガチッとねレースが入るという。まあただこちらの方は若干ガッチガチのレースの通し方ではなくて、普通はキュッ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 行って、こっちキュッ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 戻ってガチガチガチってなるんですけど、これ板切りになるんで、ちょっと普通のやつより柔らかいとは思うんですけど、よいしょ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 、ピッシュイーン、端は結んじゃいます。この場合ね、行って帰ってじゃないんで、板切りなんで、よいしょ、板切り板切りですね。こうしてよいしょ、ここ普通にスタートです。でポケット側から見ると爪爪になるんですけど、こっちはちょっとスカッとなりますね。なんていうのかな、やらないとわからないけど、これがこれが説明してわかるのかな、こっちに通るんだけど、普通はこうこういって8の字に返ってくるんだけど、それがありがとう、ちょっと伸びちゃった、よいしょよいしょ、ここに入って、でまあメタにこれ最近はないと思うんで見ても仕方ないかもしれないけど、これここ入れて戻すんで、で行ったきりでもポケットの内側はがっつりになるっていうね。もう一つ通すと分かるかな、もう一つ通すか、ここ通って、でここ通ってここへ来て、まあ、これで止まってる、こっちで今度ここで止まるっていうあのことですね。よいしょ、で戻すと、よいしょ、こうね戻すと、このパターンの少ないですよ、いつものやつよりね。あのいつものやつっていうのは ガチガチ爪爪ポケットレースのやつね。こうなります。もうひねる必要も何もないっていうね、うん、この繰り返しですね。やっていきます。こうバリエーションがねいろいろあるからね、うん、よいしょ、同じですね、よいしょ、
にと。で、また返すと。よいしょ。よいしょ。チューッと。いい感じ。ちょっとですね。よいしょ。に、おお、いい感じ。やっぱつめつめいいな。うん。ってないかな。よいしょ。はい、もうラストですよ。こっち行っても帰ってきておしまい。よいしょ。うつ、おいつ、おいつ、おいつ。キュッキュッキュッ。はい、出て、ここ出ておしまいです。爪、爪です。頑丈ですね。で、ここね。これは行ったきりのパターンです。いつもはこの爪爪の場合は行って帰る。今度ここから折り返してこっち側にこうね出てくるんだけど、前やったけどね、何回か。で、ここを縛っておしまいというパターンですね。これはこれで修理はしやすいよね、こっちの方がね。はい、OK でーす。ジャギン。いい感じです。はい、じゃあ次はいつもやってますウェーブトップのところね、入れていきます。これはまあいつも通りですね。だいたいどのミットも、まあ、違う方法もありますけど、まあ、スタンダードな方法で入れますね。こんな感じでっていうね、はい、ちょっとだけ濡れなさそうなとこだけちょっと塗っといて、はい、チェレレレレレン、チェレレ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 レ。よいしょよいしょ。毎日こうやってね、修理だけやったらいいんですけどね、そういうわけにもいかんしね、これだけじゃなだしなっていうね、ところなんですけどね。まあ何もずれてるよっていうね。よし、行こう。スタンダードな方法です。行きます。行って帰ってくるくるスパイラルっていうね、行って、よいしょね。標準的なウェーブの長さかな、大体ね。はい、で帰って帰る、よいしょ。いつも言ってます、ここね、この幅がね、
この幅がポケットの深さ影響してきますので、よいしょ、入りまーす、よいしょよいしょ、整えて、これが綺麗にね、あのここでねじらないようにね、なおかつこういいポケットの感じに、これぐらいかな、はい、で戻って完成なんですけど、戻るときにここはくるくる戻っていきますね、よいしょ、どうだ、いいな、よし、間隔を決めましたので、こういう感じでね、入りますけど、ここからも止まっちゃいますんで、ある程度キュッとで止めます、よいしょ、じゃないでしょうか、はい、であとはぐるぐるあのループスパイラルでウェーブトップを決めていきます、ゆるすぎず硬すぎず、いい加減に、いい加減に、いい加減に、よいしょ、よいしょ、いい感じ、これいいミットですよね、なかなか、よいしょ、ここ、あ、そっか、よいしょ、よいしょ、うん、綺麗に入ったかな、でここキュッキュッ、で最後最終この穴です。はい、いい感じにできたと思います。どうだろう？どうだ？はい。はい、どうでしたでしょうか？こちらポケット車のレーシングが現在のミットにあまりないタイプ、爪レースのね、ウェルティッドクロッチのタイプなんでやってみましたけど、このウェブトップのところはまあいつも通りということになります。それでは皆さん、さようなら。
どうですか。